この個体は去年の、7月に羽化した個体です。もう十分成熟していると思います。で、メスとのペアリングが終わって、今、オス1匹で、飼育している状態です。メスの方はですね、N マットを使って産卵を挑戦してるんですけど、今5月の上旬なんですが、まあ、気温がかなり高くなってるんですけど、いまだに、産卵の確認ができてない状態です。まあ、この子たちは幸いにしてまだ元気で、このオスの子に関してはよく飛びます。で、メスたちもほぼ同じような時期に生まれた、羽化した、個体なので、まあ、十分成熟しているはずなので、まあ時期的には産卵してもいいタイミングなんですけど、まあ、なかなか難しいですね。出てきちゃった。よいしょ。26ワガタは私初めての挑戦なので、もしかしたら僕の飼育方法がまずいのかもしれないです。まあいろいろ、まあ、僕は八王子の RTN というショップさんで、いろいろ教えてもらいながらやってるんですけど、ちょっとこのままね、産卵がうまくいかないようであれば、もうちょっとアドバイス受けようかなと思ってます。基本的に N マットの超型詰めにして、メスを投入している状態です。で、一つ気になってるのが、メスを2頭投入してるんですね。で、1頭ずつに分けた方がいいかなってちょっと思ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか？本当は2ペアいたんですけど、オスが1匹死んじゃいまして、それでやむなくメスを産卵セットに残したままにしてあるんですけど、ちょっとそこが気になる点でもあります。まあ、ゴールデンウィーク今ちょうど終わろうとしているところですが、こんな時期にサンナセットを組むのがちょうど一番ベストシーズンだと思ってるんですけど、まあ、なかなか苦戦してます。あと共にですね、オオクワガタとヒラタクワガタの産卵も挑戦してるんですけど、ヒラタクワガタに関しては、5個、卵が取れてるんですけど、いずれもちょっと色が悪いので、ちょっと怪しいなって思ってます。で、オオクワガタに関しましては、材を買ってきて、産卵セットを組んでる状態なんですけど、今のところ1個も産んでる気配はないです。まあ、かじってる形跡はあるんですけど、産卵口みたいなものは確認できなくて、まだ材を割って卵をまあ、探し出すっていう状況にさえいけてない状態です。もしかしたら台が合わないのかな。実は去年オオクワガタ、まあ、一昨年は結構爆産だったんですけど、去年オオクワガタ全然卵を産まなかったんですよ。で、なぜかというと、去年からちょっと産卵場が業者さんの都合でちょっと変わった台になったんですね。で、その台になったら途端に産卵率が全く産卵率っていうか全く産まなくなっちゃったんですよ。この材ですね。この材に
変えて、去年はオオクワガタの産卵に挑戦した。まあ、これ餌用の水を切られちゃってるんですけど、まあ、これでも大丈夫っていうことで、買ってきたんですけど、まあ去年はこの代ではオオクワガタは、産卵しませんでした。なので今年は少し、違う材も交えて、テストをしてます。うまくいくかな、ちょっと心配ですね。今いるこのオオクワガタが去年、去年じゃないな、一昨年羽化した子たちなので、今年が結構ピークで産んでくれるんじゃないかなって僕思うんですけど、これ来年、今年産卵失敗したらマジ最悪だなと思いまして、ちょっと産卵、僕も、今お見せしたもの以外にも、少々用意してます。それを組み合わせて、挑戦してますので、まあ、なんとか、生まれてくれたらなと思ってます。で、今、さなぎがですね、1頭、2頭、3頭、4頭います。本土平田が3匹と、ノコギリのメスが1匹。ノコギリのメスが1匹、こんな早くにさなぎになるとは思わなかったんですけど、ただ、まあ、さなぎになってからは、まだまだ、羽化する様子が見られません。ただ、平田クワガタに関しては、1匹、体液を出し始めたので、ああ、これから、産卵、羽化に向けて、変化がどんどん始まっていくんだなということで、関心を強めてます。だんだん体液を抜いてって、羽化に向けて、いろいろな変化が起きていくというのは前からしていたので、もうオオクワの時も確かにそうでした。まあ、ただオオクワの時ほど色が茶色くならないので、本当にこんなまだ白い状態で体液出てるけど大丈夫かなってちょっと心配して見てる部分もあるんですけど、まあちょっと様子見ていきたいと思います。で、平田に関しては、小型の個体はもう卵で生まれてもう3、4ヶ月で成虫になっちゃったんですよ。めちゃくちゃ早かったんです。びっくりするくらい早くて、ちょっと僕も、いつの間に成虫になったのっていうような感じで、驚いてました。平田クワガタって、そんな早く、卵から、羽化する個体なんですね。まあ、特徴としては、メスと、あと小型のオスですね。これらに関しては、卵から、成虫になるまでの期間が非常に短かったです。まあ、卵として生まれた時期が結構早かったっていうのと、あと高温飼育していたのからかなとも思ってます。元気に活動してますね。とても元気な虹色クワガタです。では皆さん、今日もありがとうございました。さようなら。